はてまです。本日は、R6 乗っていきたいと思います。作業内容ですけれども、こちらですね。はい、ブレンボのマスターシリンダーと、見えないですけど、ブレーキパッドと、これですね、アイスロイでさせてもらいましたと、いうことになってます。松本くんのバイクですね、うちのブログにちょいちょい登場したりしてるんじゃないかなと思います。はい、前行きます。はい、こんな感じですね。ノーマルです。特に何もないですね。はい、これね、ファインテクニカルさんのシール貼ってますね。はい、でウインカーなんかちっちゃくなってます。で、後ろですけども、ストライカーさんのバックステップですね。はい、と、マーベリックのフルエキゾーストと、人気ですよね R6 ね、めっちゃかっこいいと思います。両方ゼンマイで作業させてもらってます。はい、で、一応このバイクのね、一番の特徴はこの後ろのカウルかなと思うんですけど、これね、クレバーウルフさんのシートカウルですね。はい、シングルシートカウルなんですけど、こんな感じでストリートじゃなくて、レースのやつ入れてるんです。これ見えますかね。はい、ここね、テールランプないんですよね。で、代わりにこれがテールランプで、これがウインカーなんですよね。で、反射板ということで、これ実はね、車検通るんですよね。はい、で、サーキットに行くと、ここからごっそり外すとツルンとした、お尻を手に入れることができるということで、一応これね、白で塗らせてもらったんですけど、うん、めっちゃかっこよくないですか、これ、真横。はい、はい、このね、スキッとなんもないデザインがね、最高に、興奮するゼンマイなんですけどね。まあ、サーキット行かれてる方、気持ちすごい分かるんじゃないかなと。ちなみに、フェンダルスアクティブさんだったような記憶がありますけど、覚えてないです。はい、という感じで、このバイクですね。まあ、ちょっと新品のパッドということなんで、止まるのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、早速、乗っていければいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあエンジンかけていきたいと思います。マーベリックの音こんな感じです。はい、じゃあちょっと行きますか。はい、水温65度となってます。さあどうでしょう。あー、これ待つやつですね。私ね、待たされるのが本当に嫌いなんですよね。待たすの好きなんですけど、いけそうですね。行きます。シールド閉めます。あ、そっか、逆チェンですね、これ。恥ずかしかったです、すいません。そうそうそう、逆チェンジなんですよね。あ、赤ですね、止まります。あ、そうだそうだ、ちょっと忘れてましたね。普段スイチェンジで僕オートバイ乗りますから。あ、これちょっと恥ずかしかったですね。今めっちゃカットしたいですけど、はい、さらけ出していきます。ちょっと待ってね、111と、これで、はい、ニュートラルですね。はい、ハンドル周りね、信号待ちなんで見ていければいいんじゃないかなと思います。はい、これですね、今日入れさせてもらったブレンボの RCS、17π ですよね。ヤマハのキャリパーって、17π で入れることが多いですよね。はい、タッチはね、ちょっと今からもうちょっと速度出してから止まった時に、まあ、見れればいいかなと思います。はい、で、これコウケンさんのキットで、800円足したらスモークタンクにできるんですよね、これ。はい、流行ってます。で、フルードが、ちょっと分かりにくいんですけど、緑色なんですけど、これうちね、プロジェクトミューさんの、レーシングフルードを入れてるということになってます。で、なんかカーボンのメーターカバーついて、クラッチノーマルですよね。うん、乗ると何も感じないですけど、止まって逃げるとちょっと重いなって思いますけど、まあいいんじゃないかなと。で、ジークスのラップタイマー、電源入れてみます。はい、240ですね。記録消さない、これなブログなんですかね、これね。記録をちょっと大事にしてるっていうね。はい、行きます。あ、ほんでまた僕ね、今ロー間違えて踏んじゃいましたけど、これ2速ですね。はい、だから、進んでいったらですね。はい、
これね、紹介の時に言わなかったんですけど、パワーコマンダーついてて、クイックシフターもついてて、セッティングもやらせてもらってるんですよね、マーベリックのフル域入れた時に、はい、うん、そう言われてみたらちょっと乗るの初めてかもしれないですね、 R6 は。あ、ギア硬いですね、ちょっとね。あ、まあまあ入るんですけど、ただちょっと硬く感じます。はい。まあクラッチ重たくても、ギア入りにくくても、クイックシフターがついてるということで、いきます。わかります?これ。踏むだけなんですよね、これ。はい。この間ってアクセル戻してないんですよね。うん。で、クラッチレバーも握らなくてもギアが入ると。当然ですね、シフトダウンの時はクラッチを握らないといけないわけなんですけれども、ね、まあ、こういう感じでちゃんと握ってもらって、ただ上げる時は踏むだけでいいと。これわかります？そう、だからすごい楽なんですよね、普通に踏むだけ、うん、いや本当いいですよね。だから逆チェンにね、やっぱり最高のメリットがあるんですね。踏むだけでギアが変わるってめちゃくちゃ楽なんですよね。それがやっぱりいいっていうのと、うん、セッティング、まあ下からなんでしょうけど、パーシャルがね、めちゃめちゃ使いやすいですよね。この、ちょっとコロロっていうところですね。これがやっぱ一番ね、サーキット走る上でもめちゃくちゃ楽かなと思います。いや、いいですね。やっぱ踏むだけいいですよね。私もね、サーキット走るの大好きなんですけど、正チェンジなんですよね、僕は。うん。で、逆チェンジにするとね、立ち上がりギア変えるのめっちゃ楽だから、めちゃくちゃ逆転にしたいんですけど、なんかね、ちょっと怖いというかね、なかなかできずにいるという自分がいます。はい、ちょっと混んでますかね。今何時だったかな。うん、見えないですね、すいません。水温71度。 R6 はね、結構水温が上がるので有名ですよね。はい。これはどういうことでしょうか。あ、はいはい、トラックが入るんですね。はい、私は待ちます。はい、こう、左に曲がっていきたいと思います。いやー、ちょっとこのバイクね、タイヤ曲がってますからね、どうでしょうか。あ、曲がりやすいっすよね、やっぱり。わー、いいっすね。あ、ブレーキもいいっすね。よう止まります。あー、おおおお、まあ、めっちゃいいですね。はい、入ります。あー、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね、一般的にはセパレートルハンドルのバイク、こういうレプリカ系ですよね、まあ、街中しんどいのかなって思われがちな方多いと思うんですけど、僕はやっぱこのセパハンのレーシングカウルがついてるバイクのレプリカってめっちゃ好きなんで、やっぱ乗るならこういうセパハンでクッとこう攻めれるようなバイク、やっぱり乗りたいですよね。やっぱこう、どうなんでしょうね、年を取ると、腰がとか肩がとか言うんでしょうかね。私は無理してでもこういうバイクに乗ってい続けたいところはあるんですけど、いやー、でも今、はい、ちょっと加速してブレーキさせてもらいましたけど、めちゃくちゃ止まりますね。これサスペンションのセッティング変わるんじゃないかなっていうぐらい止まりましたよね。今のところいいですね。ハイスロー入れさせてもらってるんですけど、ちょっと街中では試せないですね、さすがに。あ、行きます。うーん、やっぱクイックシフターがいいですよね。わかります？これ右で入る、ね、戻さなくてもギア入るんですよ。これね、レーシングパーツなんですよね、結局クイックシフターというのは。まあダイノジェットのこれオプションなんですけど、それでもね、やっぱ街中でもね、めっちゃ楽ですよ、単純に。うん、こうツーリングとかでもね、こう何回もこうクラッチ握ったらしんどいですよね。それなくなりますし、うん、普通に、まあ、レースパーツですけど、インジェクション車でね、このオプションとしてこういうクイックシフター入れれますから、入れれる人は入れた方がいいんじゃないかなと思う。VTR250 いいですね。はい。と思うんですけどね、普通に僕は入れたい。で、僕のバイクもね、まあ、街中走れない。まあ、ナンバー取ってないんですけど、クイックシフターついてます。正チェンジで。うん、で、正チェンジでシフターよりも逆チェンジでシフターの方が圧倒的に楽です。もう踏むだけ。うん、こんな感じで。踏むだけなんで、めちゃくちゃ楽です。ただ、私の今日の出発みたいに、正と、あ、止まります。正と、逆を間違えると、まあ、すごい怖いことになるかなとは思いますけどね。まあ、コーナー中に思いでギア入りにくいですね。間違えるとちょっと怖い思いをすることがあるかなと思います。はい。で、このオーナーの松本くん言うんですけどね、僕と同い年で、
結構商売やり始めの時から来てもらってるお客さんでね、まあ物静かなお客さんで、まあうちのお客さんなんかにもねめっちゃいびられていじられキャラなんですけど、まあ204周走ってる、まあこれ全部鈴鹿ツインサーキットになってると思うんですけど、いじっていきましょうか。これねボタン、あ、いきまーす。はい、いきまーす。これね、あのジークスのやつってあのボタンね押すとベストタイムが出るんですよね。はい、これはね、まあ、どれぐらいの方がご覧になってるかわかんないんですけど、皆様に勝手にさらしていこうかなと思います。はい、ニュートラル入れます。おお、めっちゃ止まりますね、すごいですね。はい、いきます。はい、148周目ベスト1分7秒1と、はい、まあ7秒切れてないみたいなところありますよね。まあ私はね、こう偉そうに言ってますけど、私もねそんなに速くなくて、1分5秒の7だったかな、僕はね、はい、になってますけど、まだ松本くんには勝ててるんじゃないかなと思います。はい、これ撮影しての10月の中ですけど、来月のね11月の末にファインテクニカルのラストの最終戦いきます。なんとかね私も4秒に入れたいんですけど、まあ特に何もねカスタムしてないんでね、ちょっとストロケ変えようかなぐらいですけど、まあこの松本君に負けるぐらいやったらバイク降りるよと、まあこういうねあの偉そうな立場で全マイ内のねあのパワーバランススクールカーストみたいなのがあるんですけどね、はい、基本コンマ1秒でも早かったらあの偉そうにできるというシステムいきます。まあこれぐらいだと水温はあんま上がんないですね。今ちらっと見た感じで86度ですか、うん、になってたんじゃないかなと思います。はい、で、シルバーマークの、軽自動車に敬意を払いつつ全前に戻っていきたいと思います。ここ左ですね。はい、まあ逆チェンね慣れたらいいんでしょうけどね。ミニバイクなんかはね僕逆チェンでしか逆に乗れないんですけどね。はい、帰ってきました。はい、そうですね、普通にアクセル開けたいですよね、やっぱこんなバイク乗るってか R6 乗りやすいですね、うん、いつも左曲がるところめっちゃ乗りやすかったですし、おお、こんな感じなんですけど、タッチね、あ、だいぶいい感じですよ。あの、うん、引き代がね 17π でこんな感じで、であとね R6 につけるなら悩ましいところがこう近いんですよね、ここ分かります、うん、もうちょっと下げたい、レバーな下げたいんですけどちょっと近いっていうのがあるんで、まあこの辺ちょっとどうでしょう、今は特にめっちゃ上めっちゃ下ないですけど、好みが出た時にちょっとこういう弊害があるんで、あーちょっと妥協しなきゃなみたいなところがあるというのと、ヒデミュージアム2013ということで、はい、普通に乗りやすいバイクで楽しかったです。ありがとうございました。